どうも、かたしです。今日はですね、ちょっと今起きてですね、山川選手がソフトバンク行ったということで、おめでとうございます。ちょっとね、ソフトバンクファンからは、批判的なね、ちょっと批判もあるみたいで、獲得に反対の、まあ、声も少なくないということで、まあちょっと山川穂高に言いたいんですけど、まあ、今、結局、女性問題で、ああだこうだ言われてるんですけど、まあ、野球界に残れてるんだから、まあ、絶対時間が解決してくれるので、まあ、そういう声も気にせず、思いっきり福岡で暴れてほしいと思います。いいな、ホックス。俺も行きたかったんすよ。地元ですし。いいなぁ。桃地浜にそびえ立つ福岡タワーの横のヤフオクドームで、ヤフオクじゃん、ペーペーか。いいなぁ。4年16億。いいなぁ。福岡ね、東京、関東よりも安いし、いろいろ。飯もうまいし、女の子かわいいし。まあまた女の子、危ないっすよ、山川選手。福岡、女の子めっちゃ可愛いから、またね、ハニートラップ引っかからないように。まあ、福岡、ね、バッティング不調になった時は、福岡県にある笠原の実家に笠原栄一という男がいますので、その人にバッティングを教わってください。自分は、その親父のおかげで、全中制覇の4番まで育ててもらいました。まあ、冗談ですけど、そこはまあ、いいとして、まあ、ね、良かったです、とりあえず。まあ今、まあこの動画で何がね、山川選手に言いたいかっていうと、時間解決してくれるので、不起訴なんですから。不起訴だからね。アードコーダー言われる筋合いはもうないってことですよ。うん。もう社会的制裁も受けたと思うし。まあ過去のことぐじぐじ言ってる人たちはね、言わしときゃいいんですよ。俺は辞めて7年8年になるんですけど、まだ言われてます。まあどうでもいいんですけど。福岡でおすすめのお店紹介します。僕が蝶野さんと山口哲也さんと一緒にご飯連れてってもらった時に、ザ・リキューっていうカレー鍋屋さんがあるんですよ。大名かな？大名にあるんですけど、福岡の。そこカレー鍋が抜群に美味しくて、お店のなりもね、めちゃめちゃ雰囲気あって、いいところなんで行ってみてください。女性の方は、カレー鍋もいいですけど、とろろ鍋もあるんで、ぜひ行ってみてください。まあ、ね、福岡で会った時は、俺がバッティング教えちゃうけん。連絡してこい、山川。まあ、とりあえずおめでとうございました。はい。福岡県の、タイソンラーメンに行けば、笠原大河にも会えるので、皆さんぜひ行ってみてください。まあ山川選手のことをね、ほどほどに言うのも、もう疲れるでしょ。アンチの人も、ホックスファンで反対してる人も、気持ちよく受け入れてあげましょう。ホックスの日本一に貢献できるように頑張ってください。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。はい、本日も笠原チャンネルご視聴ありがとうございます。この度ですね、6月1日からメンバーシップを始めることにしました。なんで始めるかっていうと、まあ、ちょっと自分の中で価値をつけたくて、メンバーシップに入ってくださった方限定でその人たちのね、質問を答えるのと、まあ、あとオフ会をしてほしいっていう話がめちゃめちゃ多かったので、まあ、オフ会に参加できる件みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、詳しくは概要欄貼ってますので、ぜひ皆様メンバーシップ入ってみてください。それとですね、今笠原チャンネルはスポンサー様がいっぱい出てくれました。笠
サハラチャンネル、動画内でね、会社名だったりとかね、そういうのを載せてもいいよっていうスポンサーの方がいましたらですね、ぜひご連絡お待ちしております。連絡先は自分のインスタ、ツイッターの DM か概要欄にあるメールアドレスに送っていただければと思っております。まあ自分はね、動画内で背景後ろはね、グリーンバックで東京ドームを映してるんですけれども、そこにもうスポンサー様でブワーってしたいんで、もう今見てる方、値段も言っていただければその値段でやりますんで、ぜひスポンサーの方募集中でございます。笠原翔輝と共に動画を盛り上げてくれるスポンサーの方々をお持ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。